バファローズ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。ファウルになります。振り遅れてますね。ここも空振り。高め外れました。インコース詰まりました。岡本が抑えています。ワンアウト。バッターは2番に入っている坂本。サンチェス、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上サンチェス、そしてキャッチャーは阿部。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくか。打ちました。取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。そして阿部が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バッターは2番に入っている坂本。ヒットでランナーを1塁に置いています。内から入りました。できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。次が3球目。さあ、追い込みました。ピッチャー有利のカウントですから、外に逃げるボールを引っ掛けさせたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。引っ張った。ファウルになります。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには3番ウィーラー。ワンアウトランナー1塁です。初球は何から入ってくるか。初球は打ち、ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み打ちました。亀井アウト、2アウト。さあ、そして打席には岡本が入ります。さあ、2アウトにはなりましたが、得点圏には先制のランナー、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですね。さあ、2球目は何か。胸元、強気なピッチングです。高めいっぱい、ワンボールツーストライクです。これが4球目。外へのスライダー、ここは見極めています。取った。サード取った。一塁アウト、スリーアウトです。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターボックスは4番岡本。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える中盤の攻撃です。インサイド、センターへ打球伸びる。丸抑えてワンアウト。バッターボックスは5番ウィーラー。サンチェス、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。高めストライクになります。あっという間に2ストライクです。インサイド落ちました。取って2アウトです。バッターは6番松原。2アウトになっています。初球ボール、ファウルになります。ここもファウルです。打ちました。取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。2回の裏、バファローズの攻撃。バッターボックス丸。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0です。スライダーできました。ノーボールツーストライクです。
これはバット出ず三振です。まず一つアウトを取りました。打席には6番バッター亀井。菅野まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました、ヒットになった。ワンアウトランナー一塁です。バッターは7番に入っている中島。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、セカンド取った。セカンドフォースアウト。3回に入ります。7番から始まるジャイアンツの攻撃。バッターは亀井。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。打ちました、センターに抜けました。先制のランナーが出バッターは DH モタ。ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナー動きませんね。インハイ際どいコース、西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。ただここはいいバッター、ふわふわっと上がった、抑えてワンアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。さあこの終盤、一塁には先制のランナーです。バッターボックスにはファーストランナースタート。ファウルボールです。まあ送球がうまいキャッチャーですから、ランナーは走りにくいでしょうね。ああそうですね。ツーアウトランナー一塁と変わります。打順はトップに帰って丸。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。走ってきた、キャッチャーアウト、盗塁。3回の裏に入ります。バファローズの攻撃。バッターボックスには指名打者の大城。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。打ちのボール打った、ここは打ち上げています。ライトフライ抑えてアウト。バッターは9番に入っている若林。菅、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド打った、掴んだ、一塁アウト。打順は1番に帰ります。バッター阿部。まあ前の打席はスライダーをうまく打たれましたからね。今度はその使い方を考えたいですね。なるほど。打ちのボール打った、落ちた、ヒットになる。センター前ヒット。ツーアウトランナー一塁です。バッターボックス坂本。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ふわふわっと上がった。このフライはどうだ、落ちるか。回は4回の表に入っています。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。さあ打順は1番に帰ります。バッター丸。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。変化球打った、セカンド取った、2塁アウト、際どかったがアウト、ダブルプレーです。さあそしてバッターボックスには坂本が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあもう終盤ですから、今度はしっかりつなげて打ち上げました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。さあまず1球目、ランナースタート、キャッチャー2塁、タッチアウト、ボール。オリックスバファローズ最後の攻撃になります。バッターボックスは3番ウィーラー。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ランナー一斉にスタート。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか、きっかけさせようかというボール。3球目は何で来るか、落としていきましたがこれは外れます。走ってきた、インサイド打った、セカンドが抑えた、一塁アウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。さあそして打席には岡本が入ります。嫌なバッター、ここで申告敬遠を選択、勝負を避けました。バッターは一塁に向かいます。さあそしてバッターボックスには丸が入っています。怖いバッターが続きますね。さあなおもピンチが続き満塁の場面。やはりラインにストライクから入れませんよね。ピンチですからね。ああやはりそうですか。ナイスボール。はい、変化球が決まっています。ランナースタート、ファースト、
見事な完封で白星を挙げました。ジャイアンツ